大相撲の本場所が開催される両国国技館。今回もいろいろな角度でご紹介します。国技館大分析、ドローンで国技館を見てみよう、後編です。申し遅れました。私、行司の木村銀次郎が後編もナレーションを担当いたします。ドローン撮影に協力してくれたのは、前編に引き続き元幕内三杉磯峰崎親方。3年前に峰崎親方がドローンで撮影したこの写真が新聞に掲載され話題になり、現在はドローン免許を保有する本格派です。それでは改めてドローンで国技館を見てみましょう。正門をくぐってエントランスに進んでいきます。エントランスの両サイドには日本画家わらや光仁作の相撲の歴史が描かれた陶板画が並んで、皆様をお出迎えいたします。これだけでも美術館みたいですよね。さあ、中に入っていきましょう。こちらは電光掲示板ですね。少し前に LED 照明になったんです。ちなみに、しこ名と決まり手は行司の手書きなんですよ。あ、満員御礼幕ですね。これはお客さんが満員になった時に降ろされるものです。毎日満員御礼幕が降りる本場所が楽しみですね。国技館の上部には優勝した力士の優勝額が掲げられています。いつも見上げて見ることしかなかったので、こんな位置から見られるのは新鮮ですね。1枚だいたい畳5枚ほどの大きさで、かなり大きいんですよ。2014年までは白黒写真に色付けをしていたのですが、職人が引退したことにより現在はカラー写真になりました。富士フィルムさんの技術によって昔の風合いが残り、国技館の照明にも合ったものとなっています。正面、向こう正面、東西の4方向に8枚、計32枚の優勝額があり、国技館で行われる本場所の初日に過去2場所の優勝額が入れ替わり掲げられています。優勝額を見るだけでも大相撲の歴史を垣間見ることのできる貴重なものとなっています。さあ、2階席をぐるりと回ってから、いよいよ1階へ行ってみましょう。あれ？あれは第62代横綱大乃国芝田山親方ですね。ドローン撮影を見に来たようです。芝田山親方もドローンを撮影していますね。さて、いよいよ力士目線で支度部屋へ行ってみましょう。ここが支度部屋です。東西一部屋ずつ設けられており、部屋の一番奥は横綱が使用します。やっぱりお風呂もお相撲さんが入れるサイズで大きいですね。もちろんトイレもお相撲さんサイズで狭くないよう大きくなっています。支度部屋から廊下を進むと審判部の部屋があります。
下駄箱があって、中はこのようになっています。ここで取り組みを作っています。数々の名勝負の取り組みもここで組まれたんですね。さらに進んでいくと、勝ち越しを決めた力士などがインタビューを受けるインタビュールームがあります。さらに廊下を進むと行事控室もありますね。普段は私こちらで控えております。あ、焼き鳥工場です。美味しそうですね。あの人気の焼き鳥は国技館の地下1階にある焼き鳥工場で作られているんですよ。今度は診療所ですね。普通の病院みたいですが、体力測定室があり、新弟子の身長や体重を測って新弟子検査も行っているんです。こちらの診療所は若い力士から親方まで怪我や病気を見ており、協会員全員の健康を守っています。最後は力士の目線で土俵に上がってみましょう。数々の名力士もこの風景を見ながら土俵に上がりました。これからもたくさんの名勝負が生まれる大相撲、ぜひ国技館に見に来てくださいね。